皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は A と B の会話が成り立つようにカッコに入るものを選びましょう。こういう問題です。1番は A が How do you come to school? How do you come to school? こう質問して B が答えています。さあ B の答えとして、あの by bike you know on Monday you know yes I do、 どれが入ればいいでしょう。2番 A が What's the date today? What's the date today? こう質問しています。 B が答えるんですけれど、 B の答えとして、あの Wednesday がいいのか you know it's sunny がいいのか you know it's April 2nd がいいのか考えてください。3番 A がI can でカッコがあって the piano very well というと B が great 素晴らしいって言ってますよね。さてこの can の後ろに入るもの、あのプレイズなのか E のプレイなのか U のプレイングなのか、どれがいいでしょう。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番の How do you come to school? How do you come to school? この意味はどうやって学校に来ますかと、学校に来る手段を聞いていますよね。ですからあの by bike 自転車で来ます、これが正解になります。2番 What's the day today? What's the day today? これは今日は何月何日ですかという質問ですね。ですから答えはIt's April 2nd. It's April 2nd. 4月2日です。ね、うが正解になります。3番は、I can でカッコ。The piano very well. これポイントとなるのは can ですよね。この can。これ助動詞ですよね。助動詞の後ろは動詞は原形になるので、いいの、play が正解になります。助動詞は他に、can、ね、will、must、こういうものがありましたよね。ここで確認しておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。